きっと大人いって褒めてくれるよね。
Thank you.
かと思った。ありがとう、命拾いしたよ。チョコって言うんだ。君の名前は？じゃあ、初めまして、タカシ。空いてたんだ。この家からいい匂いがしてきたから入ってみたらコロッケがあって、あ、ひょっとしてタカシのご飯だった？ごめん、僕食べ物のことになると見境なくなっちゃうんだ。住むところがないんだ。迷惑なことはしないから、この家に置いてくれないかな。家出なんてしてないよ。最初から家がないだけ。だって僕ノラだもん。最初から言ってるじゃん。なんだったら犬小屋でもいいからさ。じゃあ家に居候させてくれるの？
初めてだったんだもん。いた。痛くなきゃどこでもいい。朝ごはん？いつ食べるの？今すぐ？1分後？2分後？食べたらご飯？やったー！ご飯ご飯！へえ、歯磨き嫌い。だって歯磨き粉って苦いだもん。はーい。やばい。好きな方？両方じゃダメ。わーい！いただきます！僕、コーヒーなんて飲んだことないよ。ミルクがいい。なくなった。
せといて。たかしがいない間、この家は僕が守るよ。昼に食べるものがなくなっちゃうよ。死にそうだよ。そうしよ、そうしよ、そうしよ。おいしいもの。
そんなことないよ。僕、たかしなんか食べれないもん。Thank you.
して僕を起こしてくれないんだよ。僕に内緒でごちそう食べようとしてもそうはいかないよ。じゃあどうして僕の顔を見れないんだよ。なんか心にやましいことがあるからじゃないの。よだれ？あ、本当だ。はーい。
どいことしませんか？わかりました。だよ。
れ？せっかく持ってきたのに、このタオル使わないの？体洗うってどうするんですか？猫ですから。たかし、僕こんなお湯の中に入ったら絶対煮えちゃうよ。